皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。本日は先日発表されたばかりのステーブルディフュージョン XL の使用法について解説します。まだ私も初めて使ったところなのですが、使い方を簡単に説明します。今回の内容はステーブルディフュージョン XL の使用を進めるものではありません。使用はご自身の責任でお願いします。まず必要なものはハギングフェイスのアカウントです。アカウントを持っていない方はサインアップをして、そして E メールアドレスとパスワードを設定してアカウントを作ってください。アカウントがあるという条件で話を進めていきます。アカウントがある場合はこのスタビリティ AI のハギングフェイスのページに入ってください。このリファイナーとベース 0.9 という2つのファイルをダウンロードする必要があります。リファイナーをクリックしましょう。そうするとこのようにいろいろな英語文章が出ます。これはライセンスに関する問題ですけれども、このモデルを配布販売しないなどの規約が入っています。そしてよく読んでいただいてログインをしてください。ログインをするとこのように下に少しコメントを入れる必要がありますので、ここにコメントを入れていきます。私はこのように入力しましたが、どのようなものでもいいと思います。サイトを入れたい場合は GitHub でサインアップしておいて、自分のページの URL を入れておけばいいと思います。私も GitHub には何も投稿していませんが、サインアップしていますので、そのアカウントを入れました。そして入力したら文章に同意したことにチェックを入れてサブミットアプリケーションを押してください。そうするとこのようにダウンロードページが表示されます。モデルについてのいろいろな説明が書いてありますが、なかなか難しいと思いますが、興味のある方は読んでください。かなり SD1.5 よりも能力が高いということが書いてあります。ただ今回は使用するだけの目的ですので、このあたりはあっさりと確認してファイルのダウンロードに行こうと思います。ファイルズ&バージョンズをクリックして下の方に行くと SDXL リファイナー 0.9 セーフテンサーズというファイルがあります。 6GB の大きいファイルですが、これをダウンロードしていきます。この SDXL はこのリファイナーモデルと BASE モデルが相互に協力し合って画像を生成するので、2つのファイルが必要になります。リファイナーファイルのダウンロードが終わりましたので、次にベースモデルに行きます。スタビリティ AI のハギングフェイスのページに戻り、次にこの横にあるベースモデルをクリックします。今度は先ほど同意文章をチェックしているので、すぐにファイルをダウンロードできるページに行きます。この一番下の SDXL ベース 0.9 セーフテンサーズというファイルを開いてください。これもなんと 13.9GB の超巨大ファイルですけれども、これをダウンロードします。これで必要な2つのモデルがダウンロードされました。バカでかいファイルですけれども、2つダウンロードされています。今回はコンフィ UI を使ってこれを動かしていきたいと思いますので、コンフィ UI の簡単なインストール方法も合わせて話します。コンフィ UI ですが、この URL の画面に入っていただき、下にいろいろ説明が書いてあります。そしてインストールの方法ですが、ずっと下の方に行くとダイレクトリンクトゥダウンロードという青い文字がありますので、これをクリックしてダウンロードします。ダウンロードが始まりました。これは 1.4GB のファイルですので、それほど大きくないファイルなんですけれども、 7zip ファイルですので普通には解凍できません。 7zip ファイルを解凍するためのソフトウェアを用意する必要があります。次に 7zip ファイルをダウンロードするために 7zip のホームページに入って、64bit 版の一番上のものをダウンロードします。これは 1.5MB のファイルですね。すぐにダウンロードされます。ダウンロードされたらダウンロードフォルダを開きます。警告音が出ますが、はいを押して実行します。そしてインストール画面が出るのでインストールします。インストール自体は一瞬で終わります。インストールが終わったらクローズを押して終わりにしてください。そして次にコンフィ UI のファイルを解凍していきます。ダウンロードされたコンフィ UI ファイルを右クリックしてください。その他のオプションを表示してください。そうするとちょっと上に行きますね。
右クリックしてその他のオプションを表示して、7zip ファイルというのがあるので選択してください。展開を押してください。OK を押すと、ファイルが展開されます。そして、お好きなフォルダを作っていただき、その中に今の回答ファイルを入れましょう。そして、ダブルクリックすると、このようなファイルが入っていますね。NVIDIA の GPU が入っていれば、NVIDIA GPU バッチというファイルをダブルクリックしてください。拡張子が表示されていない方は、フォルダボックスの上の表示のところから、ファイルの拡張子にチェックを入れると、バッチというのが出てきます。バッチを入れないと、このような形になりますので、表示からバッチファイルを表示しておくようにしてください。では、バッチファイルをダブルクリックしていきます。そうすると、コマンドプロンプトがこのように開きます。短時間で、このような Web UI の画面が開きます。デフォルトの状態ではこのような画面になっていますが、ここを SDXL を使える画面に変更する必要があります。この四角ボックスのところがノードで、プログラミングで言うと関数。この線がフローといって、その関数同士をつなげる役割です。このノードとフローを理解するのは少し難しいので、今回はそれについては説明をしません。理解しなくても、実は他の方が、このノードとフローをすぐに使えるように、JSON ファイルを用意してくれていますので、それをダウンロードして導入したいと思います。概要欄にあるサイトを参照にして、このページに入ってください。ここに JSON ファイルが記載されています。このような JSON ファイルです。内容は少し難しいのですが、理解する必要はなくて、このダウンロードボタンを押してダウンロードしてください。コマーシャルが出ますが、このようにダウンロードしていただくと、このファイルが使えるようになります。今ダウンロードされた JSON ファイルを、私はコンフィ UI のフォルダに入れていますが、このファイルを先ほどのコンフィ UI の Web UI 画面にドラッグ&ドロップすると、それだけで SDXL のためのノードとフローを作ってくれます。この UI 画面はマウスのホイールで大きくなったり小さくなったり、そしてドラッグでこのように動かすことができます。あとはモデルを入れるだけで動きます。コンフィ UI Windows ポータブルフォルダの中の、コンフィ UI フォルダの中の、モデルズフォルダの中の、チェックポイントフォルダの中に、先ほどダウンロードした2つのモデルを入れましょう。このようにモデルズの中のチェックポイントの中に、ベースファイルとリファイナーファイルが入りました。これでモデルを使用することができます。これで全ての準備が完了しましたので、画像を生成していきましょう。先ほどの画面を開くとここにリファイナーと書いてあるのですが、まだモデルを貼り付ける前に立ち上げたものですので、押すとアンディファインドになります。この場合は一度この Web UI 画面を再起動してください。Web 画面の更新ボタンを押していただければ良いと思います。再起動後、この部分にリファイナーが入っています。リファイナーを選択しましょう。そしてこちらにベースモデルを選択してください。それであとはプロンプトを入れて画像を生成するだけです。今回はプロンプトですが、いつもステーブルディフュージョンで使っているプロンプトを適当に並べていきました。私がテンプレートで使っているこのネガティブプロンプトと、そしてワンガールなどを入れたプロンプトで画像を生成していきたいと思います。画像の生成は非常に簡単で、この Q プロンプトを押すだけです。では行きましょう。ドキドキしますね。今、この緑になっているところが働いているところです。今サンプラーが働いています。このあたりの設定は、今はデフォルトで、何も触っていません。今サンプラーが動いていますね。さあ、どうなるでしょうか。次に VAE がデコードしており、非常に綺麗な画像が生成されました。さらにこれをリファイナーで美しくしていきます。今動きましたね。そしてエンコードして出来上がった画像がこちらになります。それでは最後に出来上がった画像を見ていきましょう。この画像がベースで作成された画像です。そしてリファインされた画像がこちらになります。こちらが完成形ということになりますね。どうですか？今までのステーブルディフュージョンと違ってかなり細かい描写。どっちかというとミッドジャーニー寄りの画像ができているのではないでしょうか。プロンプトやいろいろな設定を工夫することで、
今までとは違うレベルの画像が生成できると思います。それでは今日は公式が発表したステーブルディフュージョン XL をローカル環境で使用する方法、コンフィ UI を使って使用する方法を説明しました。まだまだ私も本日初めて使ったところですので、今後いろいろ設定などを見ながら皆さんに情報を共有できればなと思います。いつもいろいろなコメントありがとうございます。コメントで上がったリクエストに関しては今後動画にしていきたいと思いますので、皆さんも何かステーブルディフュージョンについて作ってほしい動画があればコメント欄にお願いします。それでは今日の動画はこのあたりで終わりにしたいと思いますので、皆さん今日のチャンネルが面白いと思ったらぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それでは本日は終わりにしたいと思います。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。